前回のセイキンゲームズバイオハザード RE2 は、Enter. おお、2匹いんじゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、できたっぽいですね、これで薬液の3。おお、来たー、うっそ、ちょっと待って、おい。はい、皆さんこんにちは、セイキンゲームズバイオハザード RE2 へようこそ、セイキンです。さあ、それでは前回の続きですね、やっていきたいと思うんですが、ミッションは確認すると、ウエストエリアで G ウイルスを入手するということで、今僕がいるのがこれノースエリアですね。ノースエリア一番最初に入ってきたところです。で、ノースエリア大体やって、でこっち次に行ったのがこのイーストエリア。このイーストエリアでリストタグを手に入れて、次なる道がまあここですね。まだ行ってないウエストエリア。まあオリジナル版やってると分かるんですけど、クライマックスは近いね。頑張りましょう、行きましょうとか言って、もうビビってライトニングウォーク持ってるんですけど、まあまあいらないかまだ。もしやばいやつが出てきたら使いましょうか。あっちがイーストでもうクリアしてると思うんで、こっちですね、ウエストエリア。いやー恐ろしいですね。ここかな。おー、いける。うわー、いけちゃうねー、いけちゃいますね。この先のようですね、ウエストエリア。しゃあ行くぜ。しかし高いな、ここ。うわー、すごい仕組みですね、これ。すごい装置。さあ、それでは、行きます。おー、ちょっと暗いですね。ここがウエストエリアがやばそうだな。特殊部隊っぽい人が死んでんのか、ゾンビになっているのか。あ、何か落ちている。研究所のデジタルビデオテープで、これ手榴弾ね、手榴弾、はい、はい、うおー、なるほど、なんかやばそうな感じがしてますけど。あー、オートセーブ入ってるね、怖いね。だいたいやばいとこの前でオートセーブがかかるからね。なんとなく予想がつくんだけど。あ、これは、あ、てかボックスあんじゃん。あ、ボックスある。これはやばいですね、確実に、確実にやばい。っていうかこれちょうど持ってきたよね。そうそう、まだ使ってないなと思ったら OSS。 なるほど、まだあったんだやっぱり。はい、シンセサイザーですね、違いますけど。これはね、お、結構簡単に揃った。だんだん慣れてくるな。前回2回使ってますからね。これをじゃあ使います。お、電気がつきましたね。おー、で、あ、もう OK になりましたね。ほら、チェックマークついたんで、もういらないと。まあいらないんだけど、記念に取っとく派だけどね。預けておくと。で、ああ、ここにちゃんとビデオテープがありますね。ビデオデッキが。なるほど、ちょっと見てみようか。はい、デイウイルスを確認。我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。
了解。サンプルを回収します。撤収だ。なるほど、今のが G ウイルスってか博士ですね、あれは。うん、博士で、ウィリアム・バーキン宛てのメール、博士宛てのメールですね。まあいろんな人からねメールが来てますね。はい、で、残りはやばそうなとこだね、これ。確実にやばい実験してるでしょ、これ。これね、ここあれですもんね、生体実験室、やばいとこだ。薬がたくさんあるぜ。おお、ちょっとやばそうだな。お、ブルーハーブ発見。よし、ちょっと待って、荷物整理させてください。荷物整理をね常にしないと心配で。うん、まあ大丈夫かな。よし、行きます。よし、行くぞ。さあ、次はどこに行くんだ。ふっ、おっと、アイテムとかはないのかな。アイテムがありそうな部屋だけど、これはガンパウダーかな。いや、火薬かな。火薬、よし。以上ですね。進みましょう。おお、おお、なんだこれ、なんじゃこりゃ。わあ、いやー、おお、どここれ。生体培養槽、やばいとこだ、やばいとこやこれ。いやー、やばい雰囲気になってきましたね、これは。これはやばいっつうか、グラフィックすごいな。何これ、つうかやばいのあるね、やばいのあるね。敵がいる雰囲気ではないね。いやー、何これ。あーあーあー、いろいろ研究してるわけですね。なんじゃこりゃ、特に何も押せないね。研究記録。ああ、研究記録がいろいろ書かれてるわけですね。ああ、なるほど。これはなんか、あ、これあそこじゃん。ビデオのとこじゃないの？多分。無防備だな。よし、エイダのところへ。んということで、エイダのところ。おお、なるほど。ああ、こういう感じになってくるわけね。そうそう、最後ね、あのバイオハザード2といえば時間制限あるんだよね。まだ今時間は出てないですけど、時間制限きついな。っていうか、今撮ったやつが、あれ G ウイルスのはずなんだけど、あれここには持ってないんだ。なるほど。おお、やばい、自己破壊行動。はい、ここセーブできるのか。あ、オッケーオッケー。かなりやばそう。あー、もうこれはやばいわ、絶対。なんでこんなアイテムあんのって話でしょ。アイテムがいっぱいあるときはね、嬉しいだけじゃないんですよ。間違いなくやばいということだ。ちょっとあれだね、そろそろやばそうなんで、ちょっと装備を確認した方がいいな。もうあれだね、弾とか作った方がいいですね。これはもうマグナムにしちゃった方がいいでしょ、多分。ちょっと弾とか多分作っといた方がいいな、もう。よし、オッケー。セーブします。はい、セーブしました。装備をですね、かなり分厚くしてます。こんな感じで。僕ね、昔オリジナル版めちゃくちゃプレイしたんで、まあなんとなくやばいっていうのはわかるんですよ。あの、多分ね、変わってるんでしょうけど、そろそろやばそうということで、武装はもうね、結構こういうバッチリな感じですね。ライトニングホークもちゃんと持って、かつ弾もちゃんと持っていくと。
で、まあ、攻撃力高めの、まあ、この手榴弾も持っていく。で、一応回復もしっかり持っていくっていう感じでいいんじゃないかな。そろそろね、多分やばいと思うよ。手榴弾これね、OK。じゃあ行くか。もうこれになったらもうね、最後かもしれん。もう逃げるってことだよね、多分ね。あー、セーブが入ってますね。やばいね。来たよ。またお前か。どいて。私がやる。終わらせなきゃ。どういうつもりだ。許してみる。もうこうするしかないの。ウィリアムだってこいつが。こんなはずじゃなかった。何もかもアンブレラのせいよ。あんたもそうだろ。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか。最初から全部。そう簡単に渡してたまるか。なんてことしたの。じゃあこれを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。いくら弁解しようが、あんたの責任だ。はい、ちょっと待って。来ましたね。やばいですね、これは。すごいですね。なんかもうグラフィックがすごくて、もう、とか言ってる場合じゃないんだ。撃たれたけど、所長生きてて、自分で注射撃って、自ら化け物になったというわけですね。頑張ろうか。もう、やるしかないよね。いきます。うわー、これは目玉っぽいな、弱点は。おう、失礼。やばいやばい。うわ、強っ。ちょっと待って、これはちょっと逃げながらうまくやんないと。ちょっと待って、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 ちょっと待って。立ち回りが難しいな、これ。ちょっと回復しないとやばいな。早速やばいね。めっちゃ強いんだけど、あいつ。よし、目を打たないと多分ダメだよね、あれは。あー、何箇所かにありますけど、ちっちゃいな。よし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 、いいぞいいぞいいぞいぞいぞい。まだあんのか、目が。あそこか。やばい、近い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 。一撃が強え。ちょっと待って、ちょっと待って、助けて。ちょっと待って、やばいよ。ちょっと待って、これ食らうの早いんだけど。ちょっと、あ、ちょっとなんかあるのかな、アイテム。これはきついね。よし、頑張るぞ。来た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 。ほれ、ブレイキングショットなめんなよ。うぅ、やばいよ。あ、あ、意外と動きはゆっくりですね。冷静に冷静に。いや、冷静にだけどきついな。しっかり狙っていこう。やばい。
おい、これまずい、まずい、まずい、なんかやばい、やばい、やばい、あーやーべえな、これちょっとハンドガンでやってる場合じゃないかもしれない。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、やばい、やばい、もうやばい、やばい、最後の救急スプレーなんだけど、ちょっときついね、これは厳しいですね。あ、なんかいろいろアイテムがあるじゃん、おい。あ、そうか、手榴弾とか使った方がいいね。使いましょう、ちょっと手榴弾使います。やばい、やばい、しちゃ、いけ、あおー、わーお、助けて、助けて、なんかやばいかもしれない、勝てないかもしれない、これはライトニングフォークでいきましょう。なんかやばいんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいろいろアイテム落ちてんな、おい。あー、先行手榴弾、あー、どっかスプレーとか落ちてないの。いい、来てる、くそ、やばい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 、もう次食らったら死ぬぞ。ちょっと待って、どっかアイテム落ちてないの。うわ、なんかアイテムいっぱいあるな、多分この感じはいっぱいある、あ、いっぱいある、いっぱいある、なんかすげえいっぱいある。あー、なんかないの、救急スプレーとかないのかよ。うわー、マグナムの弾、なんもねえぞ、回復が。あぶね、あぶね、あった、助かった、一番助かるわこれ。ちょっと逃げながら頑張ります。よし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 、さあさあさあ、落ち着け落ち着け、こんなのやべ、大暴れしてるな、あいつ。やばいやばい、おっと危ない、やばいやばい、これはフォークだね、ライトニングフォーク、それか手榴弾いこうか。おお、何やってるあいつ、おいおいおい、うわー、やばいやばいやばい、死ぬ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 、つえ、ちょっと待って、ライトニングフォーク、おっ、やったか、やりました、やばいね、ちょっと回復めっちゃ使っちゃったよ。へえ、倒した。あー、やっぱアイテムいっぱい落ちてたんだ、なるほど。いやー、強っ、ウィリアム・バーキン強っ、いやー、ちょっとほんと強いね、恐るべき強さだよ。もう手榴弾とか使う隙がないわ、持ってきたのに。しっかりアイテム分厚くしてんのに、全然、てかすごいハンドガンの弾だね。うわー、すごい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 、なんぼハンドガンの弾落ちてんのこれ。そんだけヤバいやつだということだな。ハンドガンの弾か、全部こんなあるんだ。うわー、すごい充実してきた。あー、ちょっと弾を入れておきましょう。エイダの元に戻るか、こっちか、これか、あ、これか、これだ。まずいな、ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。さっきの話、信じられないけど、ジンウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ、 FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない、産業スパイよ。ジンウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。任せ言うな。おめでたい人だ。もしジンウイルスがアクトホテルに渡ったら、もう、はい、ということでエイダは FBI ではないということですね。どうしたらいいんだっけ、こっち、どっち行けばいい、こっち、
体力消耗が激しい。手元しか動かしてないのに。いいんですかこっちで。荷物は大丈夫？荷物はもう火炎放射器のこれとかいらないんじゃないの？こんなんいらんでしょこれ。ちょっと回復をまあ作っておいた方がいいですね。これはと救急スプレー一応持って、こんな感じでいいか。よし行くか。中央エレベーター、手駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡してレオン。殺したくないの。さあ撃て。できるものならな。おっと、なんとも悲しいストーリーと言ってる場合ではなかったね。なるほど、こっから時間制限入ってくるわけね。研究所から脱出。よし、行きましょう、生き延びましょう。レオン・S・ケネディ、ここか。これだな。あ、勝手に動くのね。最下層、一番下に行くということか。いやー、自爆ってことですね、これは。施設ごと。とか冷静に言ってる場合じゃないんだけどさ。よーし、なんとしても生き延びねばなりません。どっち出口？どっちが出口？こっち？9分しかないんでしょ。9分だよね。 OK、 急がないと。お、あ、
救急スプレー。お、ありがたいありがたい。救急スプレーね。お、あれは。クレア。レオ？あなたなの？ああ。でもここはもう持たない。よく聞け。脱出するんだ。今すぐ。ええ。脱出路はある。なんとかなるわ。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ？よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。やばいやばい、こっちか。クレア、久々にクレア出てきた。これか、なんだこれ。うわ、ナイフ、ナイフここで使わせるって感じなんだけど、どこだよもうここ。あ、これか、ケーブルカーに乗って。おお、セーブ。うわ、やばい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 、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと荷物整理、荷物整理。よし、オッケーかな。じゃあセーブします。はい、セーブ完了。急ぎます。方角はどこ。あ、こっちか、こっちだな。行きます。やばいね、クライマックスだねこれは、間違いなく。うわー、なんかやばいやついる、やばいやついるわ。ちょっと待って、どこ道。今こう来たから左行ってみて。 OK、 やばい、火炎放射器持ってきてない。やばいな、これ掴まれてる、やばいんだよこれね。うわー、いっぱいいる。どけ、やばいやばい、よしよしよし。こっちか、こっちか。忙しい忙しいよ。ああ、なんかあった、グリーンハーブ。すいません、アングルが弱かもしれない。どこ。こう、これ下んの。うわー、やばいことになってる。いや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 、焦りますね。時間制限は怖いね。もう分かんないけど、こっちかな。うわー、来たわー。ちょっと待って、もうやばいやばいやばい、こっちだろ。いやー、危ない危ない危ない、早く急がないと、やばいやばい。まだいるんかい、ゾンビ。やばいやばい、外してる外してる外してるよ。あー、早く急いで、早く急いで急いで急いで。あー、あ、まだ自分で操作すんの。タイラント、しつこすぎだろ、あいつ。あ、ん？ボックスがある。うわー、ここやばそうじゃん、完全に。ちょっと待って、そんなこと言ってる場合じゃない。アイテム、アイテム、アイテム。アイテム、アイテム、アイテム、アイテム。なんだこれ。ジョイントプラグ。おー。おー、待って、もう荷物がいっぱい。ちょっと、整理、荷物整理。荷物整理。まあ制限時間を見る限りもうほぼクライマックスだろうということで、もう完全にフル装備にしました。もう惜しみなく使いますということで、今一旦とりあえずもうこれ飲んどきます。一回飲んどいて、でもう一回ここに残ってるやつがあるんで、それも全部持ってく。この最強ハーブ、これが一番強いんですよ。グリーン、ブルー、レッド全部組み合わせると、まあ完全回復プラス一定時間のダメージ軽減と防毒ということで、救急スプレーより強いってことだよね。ということで、まあこの装備でいいでしょう。行きましょう。こっちだろ、これをはめるんでしょきっと。おっと、セーブ入ってますね。これはやばいとこだよ。これはここか。よし、受け、これを使います。そうだよね、合ってましたね。この風景、そうだよね。
やばすぎるな。やばすぎるな。これはもうやばいよ。これは、あ、これはラスボスだ。音楽が変わりました。もうライトニングホークしかないよね。方法はライトニングホークでいきましょうか。うわー、やばいやばいやばい。俺は倒してやるぜ。なんだこいつ、やばすぎるってかって、やばい、早いな動きが。助けて助けて、うわーだ、早い早い。ちょっと待って、ちょっと待って、早いぞ。ちょっと待って、もう結構食らってんじゃん。大丈夫かまだ。あ、意外とそんな強くない。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。おら、よし、いいぞ。もう全部使うぐらいのつもりでいくから。おっと、やばいよやばいよ。おお、すっげえ攻撃、すげえ攻撃があってか。ひぃ、どうなってんだこれ。ライトニングホーク、そして手榴弾。いや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 、やべ、全然当たってない。やばい、やばすぎる。ちょっと待って、あ、意外とダメージそんなにないね。大丈夫ですね。大丈夫ではないけど、大丈夫ではないけど、ね、ちょっと待って待って、ライトニングホーク、やばいってやばいって、やばい、ちょっと食らってる。やばい、回復しときますか。これ使っとくか。よし、全然効いてないんだけど。おっと、ほれー、こら、食らっとけ。よっしゃー、頭に打ち込め。やばいよやばいよ。どうなって、どうなって、どうなってんのこれ。あ、やばいやばいやばい、助けて助けて。あ、生きてる生きてる、大丈夫、生きてる生きてるよ、生きてるけど近すぎてよくわかんない、よくわかんない、見えない。うれ、やばい、おわっと、避けた、危ない、岩が邪魔すぎだろこれ、ひどいな。うお、そういうことだよね、来たよね来たよね、やばい、来ました、ロケットランチャーです。やっぱりバイオ2って言ったらロケットランチャーだよね。はい、行きます。いたた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 、取った、あれロケットランチャー取ってないやん、取ってないよ、取ってない、取って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 取った取った取った、取ったかどうかわかんねえ。いててててちょっと助けて、あーあ、取った取った、危な、あーで、ロケットランチャー、左装備してる装備してる、行け、おら、決まったか。決まったようですね。まだあんのかい、まだあんのかい。道は道は右ですかね。右が多分これ、これが扉かな。行きます。4分で間に合うのか。あおおおおおおいいのかな、使って、やべ、よし、どこ、あ、まやか、忘れないとな。レオン、クレア、やったな。私が言った通りね。
終わりました。ありがとうございます。レオン編表クリアしました。ありがとうございました。いやー結構長かったなーっていうか、あのオリジナル版と比べるとやっぱりね非常に難易度的には上がってるんじゃないかなというふうに思いましたね。うん、やや難しくなってるなっていう感じはしましたけど、でもやっぱりその分面白かったですね。はい、ということでセイキンゲームズバイオハザード RE2 実況は以上とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time.